破られた記録、壮大な戦い、そして世界選手権での輝かしいパフォーマンス。2023年の F1 シーズンは記憶に残るものとなりました。その中で、元ルノー F1 ドライバーで、専門アナリストのジョリオン・パーマーが、すべての紆余曲折を見守りました。以下は、彼が2023年の最高のパフォーマーとパフォーマンスについて述べたものから一部抜粋したものです。 最優秀ドライバー、マックス・フェルスタッペン。疑いの余地はありません。フェルスタッペンのシーズンは本当に完璧でした。彼のパフォーマンスは非常に印象的で、彼と競り合う価値があるとは誰も考えないほどです。フェルスタッペンは信じられないほどのスキルと安定性を示し、特に雨の中でのスリックタイヤの使用や、モントリオールのような困難な予選セッションでの冷静な対応が際立っていました。彼の勝利の走りは、 他とは一線を隠しており、マックスの場合、それはただただ驚くばかりでした。最優秀チーム、レッドブル。これも疑いようがありません。今シーズンのレッドブルは、容赦ない強さを見せ、最高のドライバーを要していただけでなく、完璧な信頼性を持った唯一のチームでもありました。戦略の的確さや、ピットストップの巧妙さも光り、RB19 の強さを加えて、彼らが、 ほぼ完璧なシーズンを過ごしたのは納得でできることです。最も改良されたドライバー、角田裕希。ピエール・ガスリーの離脱で、アルファ・タウリに空白が生まれた中、角田は見事にステップアップし、今年初めてチームリーダーのように見えました。ペースと印象的な安定性の両方を示し、激動の年においてチームの主力となりました。メキシコでは、リカルドが素晴らしい結果を残したかもしれませんが、角田は予選とレースの両方で、 オーストラリア勢に対して、依然として優位に立っていました。2025年に向けて、ダニエルとレッドブルの関係については、ゴシップが飛び交っていますが、角田は、再び素晴らしいシーズンに向けて、何か、新しい要素を加えることができるでしょうかコメント、元ルノー F1 ドライバーで、専門アナリストのジョリオン・パーマーが、2023年の最高のパフォーマーとパフォーマンスについて述べたものから、一部抜粋したものです。 角田選手についての記述がありますきちんと評価されていて嬉しく思います